おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。OSP のですね、ドライブビーバーマグナムっていうことで、非常に大きなね、ドライブビーバーが、釣り具屋さんに売っていたので、一つ買ってきてみました。で、価格もね、大きめなので、ちょっとね、通常のワームよりお高めかな。3本入りで1800円ということで、カラーは、グリパン、スラッシュチャートというカラーを買ってみました。で、まあ、あ、そっか、初回の販売だからかな。こちらの商品はお一人様1個なんていうね、シールが貼られてますけども、なんとか一つね、買うことができたのでね、早速見ていきたいと思います。まずね、パッケージはこんな感じで、こう、ブリスターパッケージで、型崩れしないよっていう感じでね、デローンとした感じの大きさですけども、一体どんな感じのね、触り心地か、質感かね、早速開封していきたいと思います。これでかいな。はい。こんな感じで開いて、じゃあ一本で出してみますね。デローン。はい、出てきました。形はね、まあドライブビーバーですが、さすがね、ちょっとね、マグナムっていうだけあって、突き抜けた感じの大きさなんではないかな。そしてね、OSP のルアーなんで、まあ匂いもついてるんで、なんだろう、エビ系の香りがするなぁなんて印象ですけども、じゃあね、見ていきますが、まずこの、巨大な水落ち発生装置のようなこのね、手。これすごいパワフルなね、水を押してくれそうですよね。そして、この触覚はもうこれだけでちょっとしたワームなんじゃないかっていうぐらいの長いね、触手がね、2本ついてますよ。ね、これ、ここだけでほんとな、一つの3インチワームみたいな、そんな、ボリューム感、長さがありますね。で、ここにピリピリと動くね、手がついていて、で、ボディがね、これまたね、この手が食いちぎられたとしても、それだけでなんかこう、ギル系ワームとして使えちゃいそうな、そんな感じですね。だから、まあ、この手なんかちぎれてもね、ここだけでね、ドライブ SS ギルみたいな感じで使えちゃいそうね。まあまあまあ、ちぎれないでこれでバッタンバッタンで、まずは水を押してて、そんな感じで使っていきたいんですけども、裏側こんな感じね。やっぱ OSP なんですごいね、細かいリブとかがいろいろ配置されていて、こんな、ね。ボディ全体もこの前の方がちょっとボリュームがあって、そこから少し薄くなってへこんだりして、あとここにね、細かいリブがこういう感じで配置されていたりしてね、非常に細かい感じのデザインになってますよ。じゃあね、あと気になるところは重さですよね。このマグナムっていうだけあって、タックルもいよいよ専用のものが必要かなってぐらい、そんなボリューム感なんで、はい、じゃあね、早速ね、ドライブビーバーマグナム重さを測ってみたいと思います。きたな、これ1個で 39.8g、 およそ 40g ぐらいありますよ。あー、これは重いですね。この重い何かボディがデローン、デローンってね、水を押す、とんでもないこうパワフルな動きをしてくれそうだなっていうところですよね。はい、お次はね、ちょっと気になったので、亀山なんかでね、暴走リザーバーなんかで大活躍、まあ、霞水系でも大活躍の、小さいサイズのですね、ドライブビーバー、これを持ってきてみました。これと比べるともう、その差歴然。ね。なんだこれはっていうね、この前のボディの中にこの収まっちゃう、こんぐらいのね、サイズ感の違いですよ。これ、ねえ。いやー、なんかもうちょっと刻んだ感じの大きさになるのかなと思ったら、これはもう本当マグナムってね、歌って申し分ない、そんな感じのサイズですね。で、出しどころですよね。
ちょっとね、自分の行く釣り場でどういうところで使おうかなっていろいろ今、考えてるんですけど、まず効きそうなのが牛久沼とかいいんじゃないかなと思って、まあちょっと今ね寒い時期に入ってきたので俺はあんまり行かなくなっちゃってるんですけども、だいたい春先からね暑くなるぐらいまでの時期ね、たまにチャレンジしてるんですが、あそここういう系の形というかすり抜けが良さそうね、このシュッとしたすり抜けが良さそうな形状と、で入った後にすごいハイアピールをしてくれそうっていうこの手とね、これをまあ 5g 前後のテキサスリグ、 7g 前後のテキサスリグに組んで、足の隙間とかね、あと足の手前とかにテンポよく打ち込んでいく、まあ牛久の豚パス狙いなんかにはまず効くんじゃないかなというところと、あとはね暴走のリザーバー、例えば三島湖とかね、トズラッパラダムとか亀山も効きそうですけどね、ちょっとこの手のボリューム感、例えばデプスのブルフラットの釣りとかが好きなので、まあ、そういうのが効く状況にこのちょっと平坦な面積が比較的大きめ、そしてなんか水を押して遠くから魚呼んでくれそうね、そういう感じで結構暴走のリザーバーとかでね、投げてみてどんな感じかねやってみようかなっていうことで、でタックルはですねもうミディアムヘビーっていうよりもヘビーアクションのロッドで、テンポよく投げていく、そんな感じの釣りで使ってみようかなね。ラインはまあこういう感じなんで、フロロカーボンのまあ20ポンド細くて16ポンドとかね、そんな感じの釣りで使っていくではないかなと思うんですけど、なんか水晶のタックルというかリグが書いてありますね。これが活躍するリグがまず1番リーダーレスダウンショットリグね、水晶のオフセットフックは60番ということで、水晶の進化は 7g 前後とね、こういったことでおすすめ1で、おすすめ2がフリーリグ&テキサスリグ、これまたね、水晶フックオフセットフックの60番で水晶進化 7g、程度ね、フリーリグテキサスリグ、リーダーレスダウンショットリグ、ここら辺で使うとまず具合がいいよっていうところと、あとね、その他で、ラバージグトレーラーとかね、あとノーシンカーでも使ってみてねっていうのが書いてありますね。これでそうですね、ラバージグトレーラーにしてものすごい水を押してくれそう、なおかつこのすり抜けが良さそうっていうこの形状がね、テキサスリグラバージグのトレーラーなんかにも確かにベストマッチなんではないかなっていうことなんで、で水晶区がね60番からって感じで、まあ60、70とかあんまり小さいのを組んじゃうとね、逆に腹筋が悪くなるかもっていう恐れもありますんでね、ワイドゲームな、60番ぐらいが確かにねこれ推奨のフックサイズになってくるのかなっていうことで、いやーこれねちょっとね今はね昼間なんで撮れないんですけども、この後夜になったらですね、水槽の方を使って水中でどんな感じでボワンボワンにね動くのか、ここら辺もねちょっと撮って編集してみようかなって思いますので、引き続きね、まあ今回ねこれ開封してみたよっていう動画なんですけども、水中動画の方も、チャレンジしてみたいと思います。はい、楽しみなるわですね。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、OSP から新しく出たですねドライブビーバーシリーズ、最強の資格ドライブビーバーマグナム、これをね、一泊買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。